幸太郎です。さあ始まりました、とめきちの天下布武ということで、まあもう戦いは始まっているんですけれども、簡単にルール説明させていただきますと、僕と、とめきちさんとそして次郎くん3人、まあ、3武将が、戦って全国統一、天下統一を目指すという番組になっております。でですね、今回、3人がそのおのおの1回ずつ収録させていただくということで、今回お邪魔させていただいているのが奈良県にあります、スーパードーム大和高田店さんになっております。でですね、優勝したもの、まあ、天下を取ったものにはね、なんと褒美が、ご褒美が与えられるということなんですけれども、なんかね、とめきちさんが言ってたのは皿って言うと思って、皿で僕はね、いろいろ考えました。なんかね、予告動画を見てくれた方は分かると思うんですけど、僕ジャンバリの中で、まあ、風俗王と呼ばれてるんですけれども、なんかね、本当に前乗りとかホテル行くと、まあ、デリヘル呼んでるやろと言われるわけですよ。呼んでますん、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 ね、だからもうそういうのもね、呼ばないようにと言いますか。で、僕が選んだのは天下1年分でございます。さすがに1年分あれば呼ばんくてもいいでしょうというわけ で、今の現状なんですけども、特設サイト見ていただきますと分かると思うんですけれども、なんということでしょう、とめきちさんがめちゃくちゃ制覇してます。あの人ね、暇なんすよ。だからそんだけね、いろんなとこ回れるわけですよ。僕と次郎くんある程度やっぱ忙しいのでね、まあこれは言い訳になりますけど、ただね、ほんとあんな薄毛の毛むくじゃら胸毛ボーボーのおっさんには負けてられへんので、まだね、この今日9月26日収録させていただいてるんですけども、折り返し地点にも来ておりませんので、まだまだわからない。最終的にはやっぱ僕と次郎くんがね、こう競り合って、僕が黄色で埋め尽くして天下統一して、天下1年分をゲットしたいと思いますので、それでは早速今日奈良県制覇やってみます。お願いします。はい、では奈良県制覇目指して頑張りたいと思います。いきます。で、今僕一応スロープラス入れたんですけど、まあ、ポチポチっとしてもらうとすぐにクイックスタートっていうのでできるんで、まあやらないかよりかはやった方が、初当たりボーナスの確率とか、まあ、チャンスゾーン成功回数とかいろいろ見れるんでお得なんで、まあ、打つ際はぜひやってみてください。で、朝一のまあ、ステージ及び状態なんですけど、僕が今見ている限り、まあ、解析まだ出てないんではっきりとは分からないんですけれども、基本的には信長ステージにいることが多いと思うんですね。隣の台もそうでしたし、ただもう1台3台結構合計あるんですけど、残り1台は2武将行ってました。だからもしかしたら設定変更されていれば、その降格以降とか抽選されてる可能性は全然ありますね。ただ据え置きやった場合、じゃあどうなるのかと、据え置きの場合もう多分信長から電源オンオフでスタートすると思うんで、だその場合降格じゃないっていうことになるんでね。だから完全にこれ今夕方で降格示唆してますけど、完全にはリンクしてないんじゃないかなと、まあ、あくまでも予想ですけどそう思います。あ、でも信長秀吉ステージ、これ、まあ、降格、信長の降格と秀吉の降格が重なってる時に移行するんですけど、ってことはやっぱり設定変更、まあ、されてるかどうかわからないですよ。まあ、多分されてると思うんで、あ、なんか留吉さんの収録動画見させてもらいましたけど、もうわけわからんこと言ってましたからね。なんか今日は
一丁前、一軒前出すとか、おかしいんですよ、あの人。物理的に無理やからね、そんな数値。よいしょ。お、スマが赤い。これはいるでしょう。入りました。278ゲームでフブチャレンジです。秀吉さん、さっそいった。さあさあ、五殿遅え。もう強引に強引にいったったらええねん。よっしゃー、よーし、286ゲーム投資8本で覚醒です。 LT 覚醒。まあ8本か、ちょっと、うん、ちょっとかかった感はあるんですけど、まあ全然全然。さあ20ゲームです。ここでいかに 11.8 分の1を引っ張ってくるか。これリプレイとかね、押し順ベルとかやとちょっとね、やっぱ入りにくいんですよ。 5% ぐらいしかないんで、やっぱりエア役を引きたい。リーダー、はい、これ巻物 60% ありますから行くで。よっしゃー、ブルっとる、ブルっとる。これ伝わらへんけどブルっとる。これちなみに昇天バイブって言いますから、今昇天しましたから僕あーめっちゃブルって。これぜひ体感してみてください、昇天しますから。よしよし、早い。覚醒残り5ゲーム、残り5ゲームない、5ゲーム消化で15ゲーム残して剣が、まあ秀吉、僕一応イメージキャラクター秀吉なんで秀吉でいきますよ。やっぱねキャバクラがいい、楽しい。家紋貯めて新天が、まあ目指すんですけども、やっぱり、はい、家紋貯まりました。やっぱりねボーナス引くのも出玉増加には大事なんで、まあ、ボーナスの要となるのがチャンス目、チャンス目の 50% でボーナスつながるんで行きたいな。合格、まあ、もうベルの家紋は溜まってたんで合格抽選をしてます。で合格に当選したと。で合格中は全役で家紋抽選してるんで、あ、すいません、取りこぼしました。これたまりますよ、巻物。お、チャンス目引いた、ここで。うわ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 、熱いでしょこれは。いや、ボーナスプレー。あ、見てこの素敵な出目。よっしゃ、来た。でもこれは巻物、はい、チャンス目からボーナス当選しました。やった。で、天下中のチャンス目は極み天下という、まあ、本気最強の、まあ、特化ゾーン的なところがあるんですけど、そこの抽選もしていると。ただ何パーとか振り分けはまだ出てないです。さあ天下ボーナス、ボーナス中は覚醒揃い、まあ、カットイン出るんで揃えることができればこれ上乗せできるんですよ、覚醒を。残念、いやー残念ながら覚醒揃いはできずと。はい、200枚獲得でトータル244枚です。さあどんどんいきましょう。で30ゲーム天下モード上乗せしました。で合格、このピンクのピンサロじゃなくて、あの
ピンクの背景になったら合格です。ピンサロっぽいですけどね、ちょっとね。テンガ残り10ゲームですよ、カモン、レア役カモン。まあ今2つ溜まってますけど、この後、まあ、テンガモードが終わって覚醒に戻ってももう1回テンガ引ければその状態は引き継いでるんで、引き継いでるんですけど、お引いた、チェリー、これ 42-3% でカモンです。大きいよってご指名や。この子が一番可愛いけど、よっしゃ来た、はい、たまりました。新天下へのチャンスでございます。約 33% デートを成功させれば、告白を成功させれば新天下、まあ、可愛いですよねこの子、付き合ってくれ頼む。あー振られた、振られた、まだ復活あるんで、かなり完全振られました。いやー終わった。はい、ということでこれまでで318枚獲得です。さあ覚醒が残り14ゲーム、やばいやばいやばい、一発は寒い、せめてもう一発いこう。残り5ゲームです。ラストです、頼む。はい、残念でした。300枚ちょっとぐらいなんで、うん、投資分は回収ギリギリできひんかったと。まあ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 、まあ、とりあえずまあ一発目なんでこんなもんで、次です次。追加投資になってしまいました。おー赤い。365ゲーム対決に発展です。おームキムキ来た、チャンスアップ、こいつは強いんで、だいぶ強いんで大丈夫ですよ。よし、368ゲームチャンスゾーンフルチャレンジです。イチャイチャするぞ、おー順調、さあ いけるぞ、あーきたー、かわいい、よしよしよし、まあちょっと追加投資しましたけど375ゲーム総投資12本です。正確性と12本、まあとりあえず投資分回収目指します。ゲーム開始です。サクッとサクッといこう。これちなみにですけど20ゲームもし一度も 11.8 分の1いけなく天下に入れれなかった場合は約 55% で各戦20ゲーム再抽選されるんで、うわー来た、 60% 来た、ドン、いったー、やっぱ焦点バイブいいっすね、うわすげえわすげえ、はい行きます、どうしましょうか。さっきまあ秀吉、僕秀吉普段一択で行ってるんですけど、まあでもいろんなお見せしたいということで信長で行きましょうか。はい、天下終了でございます。30ゲーム消化でトータル62枚です。62枚そうか、うん、うわーもう一発入れましょう。あ、桃人出てきた、熱い、
これは行くでしょう。なんで40杯やけど、もも2やったのに、あれいかんのかい。いやちょっと嫌な予感してきた。でこれでいくっていうね、うん、まあまあまあいいです。8ゲーム残してデガモードです。あ、家康さんで行ってみましょうか。これ僕ほぼ選んだことないですよ。多分1回ぐらいしかないかもしれないです。あー残念ながらカモンたまりませんでした。もう一つ107枚。あと何ゲームやったっけ学生。あーもうやばいな。7ゲームあと6ゲーム。ちょカモンあと1個でまた新天下のチャンスあるんで行きたい。あーオーケーオッケー。ここは強い。ここは強いですよ。さあ行きましょう。やっぱ元サヤに戻ります。あー何もできずカモン貯めれず。あこういうパターンあるんすね。 ここでもあるんや。あ溜まった。よしよしよし。いや新天が。あー水着はセクシーやけども、チャンスアップマスセリフの文字の色とかね、あー全然変わらへん。あチャンスアップや。ねねちゃん出てきたんで、ねねちゃんじゃないかな、うん、これいける、これいけるでしょ。赤いよ。はい、成功や。カップル成立や。告白成功。さあ本日一発目、新電化モード。平均が60ゲームぐらいです。さあまず早速5ゲーム、まあ、最低5ゲームのマックスが300乗ります。マイゲーム抽選されてまして、まあ、レア役やった上乗せで、まあ、20ゲーム以上乗ります。でチャンス目ここで、まあ、引くの相当難しいですけど、チャンス目引けば 50% で100ゲーム以上。全然乗らへんやんけ。おい何してんねん。ちょっと待って、弱いって。終わった。めっちゃ下手くそです。めっちゃ下手くそ。25ゲームってもうしか言われへんわこんな。うわーやってもうた。せっかく入ったのに。もう25ゲームじゃ何もできへんでしょうが。メイまあ、もう終わりましたけどね。いやあっちゅう間でした。はい、222枚でございます。で覚醒残り4ゲーム。諦めるんじゃない。もう一発入れて、もう一発。終わった。はい、232枚の獲得でした。ああ悔しい。さあチャンス目ポケコッコーテ405ゲームチャンス目です。あっ同じ演出。あっしゃー
これはボーナス1名クッククックドゥドゥで、もうちょっと揃えます、ちょっと見ましょうか、せっかくなんで。あーいいっすね、ホトトギス408ゲーム総投資16本でボーナスです。いやーここはほんまのね、もう覚醒揃えるしかないとこですよ。お、ちょっと厚めのカットイン、これ真ん中から押した場合覚醒図柄真ん中中段に止まれが一角です。あーくそくそー、ラストカットイン、ナイス。はーい、残念ながら覚醒には入れれず200枚で終了です。うわ、また引いた。52ゲーム複合薬チェリー巻物です。はい、59ゲーム8点です。で、赤色になったんでチャンスアップ。あ、モモニンや、しかもはい、62ゲームチャンスゾーンです。さあ、ぼちぼち早い段階でウブチャレンジ引けたんで、あ、ちょっと待って、なにこれ、ここで巻物引いて、おお、こんなことあんの、見て見てって 見えへんかもしれないですけど、めっちゃブルってる、バイブレーションがすごい。もうおっしゃ、当たった。63ゲーム早い。これは大チャンスよ、マクル。はい、来ました。はい、確定しました。覚醒残り16ゲームでレンガモードです。秀吉さんで、こうやって見たら普通キャバクラってドレスとかが多いですけど、和風キャバクラもいいですね、なんかエッチな感じで。決めました、僕今日奈良県を制覇した夜は和風キャバクラで宴を行いたいと思います。よっしゃ、引いた。複合役来い。うわー無理か。うわー、でもチェリーなんて、はい、ただあと1ゲーム終わりました。おお、いった、いった、いった、一発目でいった。さあ、ここですよ。なんか引きましたね、チェリー。よし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 、赤いぞ、気持ちいいか、行くぜ、チェリーだぜ、お願いしまする。あー、こんなモーター、よっしゃよっしゃ、ほんまにこの進展が超大事、大きく乗せればねえ、ほんまにプラスまでいけますから。ほら、えいえいやないねん、えいえいやないねんって。じゃあおっさん、20ゲーム以上
だってこれ平均ほんま63、絶対乗らへんやん。もうまたや、またやっちまった。25ゲーム、はい。あー、ほんま終了です。ここで巻物引きましたけど100枚、覚醒残り15ゲーム。あかんあかんあかん、100枚とかで終わられん。おー来た、おー来た、確定じゃ。巻物、これはチェリー、あ、巻物からの家紋ですね。おーおー、稲妻ロック、もう一丁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 でフリーズ、もう一丁でフリーズ、もう一丁、いけ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 、あーあーいかい、あー興奮した、あー興奮した、マジか。いやでも相当熱いっすよこれは、これは相当熱い、2段階いってますから。チャンス目ですね、チャンス目、ちょボーナスあるでしょさすがに。え、あー、はい、当たってます当たってます、1目、よっしゃよっしゃよっしゃ、もう揃えちゃいます。はい、怪しいって当たってるよ。はい、点火ボーナス、おこれで100枚あって200枚出るんで300枚ですよ。ということは逆転まであと100枚ちょっとぐらいちゃいますかね。見えてきたぞ。あーでも今のはしびれる、しびれました。ルールロック、稲妻ロック2段階、いや楽しい。もうない、覚醒揃いなしと。まあ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 、200枚トータル312枚、30ゲーム上乗せです。来い、よっしゃよしよしよし、運命の 33%、 これ新天が入れて平均ぐらい取れれば逆転のはずで、弱いぞ。あー、ここ、え、ここでわざわざ覚醒を狙いでソロワンとかやったらほんま出てこんでええっていうやつですよ。ソロへ覚醒20ゲーム。よっしゃよっしゃ、でかいでかいでかい、ありがたいありがたい、すごくありがたい。で、ここでも成功してほしいのよ。ダム来い、絶対僕今無理や思ってたんですよ、ほんまに。全然チャンスアップ的なもなかったし、やったいった、やったやったで、さあ平均に戻そう、収束させよう。100ゲームぐらい乗せれれば平均値に落ち着くでしょう。むずいねん、なんじゃこれ。ちょっと足らん、あああああああ、おっしゃ引いた、あああ複合薬や、これまあまあ期待できるんちゃいます。よっしゃくぅありがとうございます。さらにチェリー見えず、おっしゃ、おい嬉しすぎる、やばい、頑張った、頑張りました、80ゲーム。
これもう勝ったでしょ、制覇じゃん。いやまだ分からんから、でも気は抜くな。はい、トータルゲーム数197ゲームの520枚です。覚醒があと残り27ゲーム。ああまだ桃に、ああ40%、よし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 、覚醒残り17ゲーム残して天下モードです。信長さんでいきます。カモンダメレーズでした。580枚です。さあジェリー、おっしゃおっしゃおっしゃ、確定じゃ。やっぱ信長とかあかん、秀吉や。今600枚超えたんで大丈夫でしょう、もう逆転してると思います。うん、見たか一郎留吉、逆転しちゃったぞ。ほら負けた思ってたやろ。ああ来た来たよ、もう 40%、42、3% よ。これは大丈夫でしょう。よしよしよし、いいね、お風呂いい。さあ最近殿様でいうとだいぶ告発成功してるんで、あーちょっと弱いか。なんでいくんこれ。やば、ここの引き強い本当に。うわーラッキー、もう天下残り1ゲームですよ。新天下、あとはねほんまここをうまくやれたら全然まだまだ伸ばせるんですけど。ロゲーム、複合役とかチャンス目とか行きたいけどな。いやよくよく言うたらあかん、レア役でもいいから。はい、よーしゃー、でかいでかいでかい、50乗るんやこれ。まあ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 です。まあ一応平均より10ゲーム多かったと。この70ゲームを生かして点が終了です。トータル745枚です。覚醒残り9ゲーム、あー熱い、よっしゃいった、早い早い早い、8ゲーム残して天下モードです。ここでチェリーで合格は続いてますと。でカモンダマゲット、あー終わった、あと1個、ベルカモンためれず。785枚です。7ゲーム、もう一発いける、もう一発いこう。おお、リプレイでいった、覚醒残り1ゲームで粘っとる。あもう残り1個がためれず、
やー点が終わり詰まり終わりですね。850枚です。ほんまのラストチャンスです。あらららららら 40% よこれいや素晴らしい素晴らしい本当に素晴らしい。これはいったなんやこの驚異の粘りは。おおまた来たまた稲妻ロック。もうちょもうちょあかんこれ興奮しすぎたあかんのかもしれないですねいやでもよホトトギスでしょ。チャンス目あそう これやったこれやったそうそうそうクックドゥドゥドゥでした。これボーナスはボーナスに乾杯。いいねいいねよいしょーどん。これで獲得枚数1000枚超えてきますね。いやーなんかもう極みとか言ってくれへんかな。はい挟み撃ちしたときは多分テンパったら二角やと思います。今回も学生揃いはできずです。これつまりあれちゃうんすか。ちょ待って待って待ってちょ待ってこれあれですよ極み行くんちゃうんすか。これいきますよ押しますよやっちゃったやってもうたマジでこれめっちゃ薄いと思いますよ。普通にチャンス目からまあ行くんすけどマジで極みはねすごいんすよ。進展がボコボコ引けるっていうやつなんで行きます行きますよ。まあとりあえず点が30ゲーム上乗せうわおすげえ引いちゃったよ引いちゃったよ。もうそら白鳥なるでこんなんもうものすごいのつけとるわ。もうこれ逆やで。はい開始。まあこれカモンボンボンたまるんで平均で、まあ、50ゲームあるんですけど平均で5回ぐらいは新展開で入るみたいなんで。さあベル引いた。はいこれで3つ溜まって新展開。いやーすげえよこの特化ゾーンは。新展開と極み展開のこのループになりますから最強状態。今最強状態ですよ。乗ってる時は乗るよ。はい引いた。おおやべえ乗り出しとる完全乗っとるこいつ。おいあこれ最終ゲームに巻物引くのか。はい110ゲーム今日のマックスです。でまだまだ38ゲーム残ってますからでカモンゲットではははめっちゃ燃えてる。縄文突破あうまマジか一瞬でたまりましたけどすごいよこのシステムほんまに。はい新天がどえらいどえらい
うわうわモモニーや複合役引いた。じゃあ、圧ボタン出てるからね。押します。もう笑うしかないっすわ、これ強烈。これは終わらんやつ入ってもうたな。はい、いる。お、わ、リップでも乗る。トータルだいぶいったでしょう。150、トータル60ゲーム上乗せです。終了。トータル95ゲーム。今回はしょぼかったです。30ゲーム。はい、75ゲーム上乗せです。合計75ゲーム上乗せです。いやー、えらいことなった7回ですね。595ゲーム上乗せ。すごい。これが極み天下モードの威力です。もう天下極めましたよ。極めちゃった。残り637ゲーム。まあこれでだいぶ大幅にプラスに持っていけるんで、だから奈良県を今後ね、奪還される可能性も低くなってきましたね。出せれば出せるほどいいんでね。多分1000枚とかプラスになれば次郎君とか富木さん取りに来ないと思うんですよ。奈良はもう無理やなってなるんで、そうなるとでかいんで。やっちまったー。マジでどうなってんのこれ。こんなん引きます。もう全部見た。今日天下フムの天下フム3の全てを引きました。見ましょう。忘れちゃいけない博士でおなじみの姉ちゃんたちの大の広告。博士の秘密兵器で強豪国も一撃だ。虎視眈々と古墳復活を狙う宇宙から侵略を狙うはかつての王者プラネット星国。秘めたポテンシャルはナンバーワンか。その他諸国も負けてはいない。一発逆転で天下を目指すぞ。決闘ヤマサの絶対王者、ヤマサのキングオブキング、カエル帝国、ダンサー、テロップ、アンデル。ヤマサさんといえばやっぱカエルですよね。この圧倒的勢力に対し天下を取らんと挑む主役はもちろんこの3人ではなく、奥方が今回は主役だ。人妻の色気で天下を制す。常識を覆す、全ての規制概念を打ち壊す完全オリジナルスペック、スーパーマルチエンドレスグレートデリシャス。グレートデリシャス系搭載。次回天下フム4、オカマの価値は。お楽しみに。楽しみにしていいのよ。はい、絶賛開発中。あとついでです。ついでに決戦くれるっていうね。うわー、もうこれ拍手しておきます。やば、中段チェリーでバーが揃うっていうね。もう天下人、僕天下人でもう良くないですか。もうほんまにこん
な全部引かれへんすよ普通は。いやー揃えます。気持ちいい、綺麗決戦。では決戦の威力を拝ませていただこうと思います。これ6回覚醒揃いしなかったら終わりなん、これでこれが6回なると終わるんですけど、平均が200ゲーム乗るんでまあいかついですよ。はい、近く。これもいい近くです。多分シングル揃いだと10ゲームか20ゲームですね。でダブル揃いはなんぼやったっすかね、ちょっと忘れましたけど。あれこれまあまあなんかしょぼいっすよ。あれ、近く。これ右リールは中下段まで滑れば一角なんですけど、までもう90ゲーム、まだ90ゲームか。はい、これで100ゲームです。終わった。これでも最後に多分まだゲーム数もらえるんですよ。50ゲームもらって合計覚醒が150ゲーム上乗せ、まあ平均以下ですけど、まあ、覚醒150なんでこの価値はすごいですよ。さらに天下30ゲーム上乗せと。残り7ゲーム、はい、ここでついに5000枚を突破しました。ただ残り5ゲーム、さあ粘れるのか。よいしょ。あー、長き旅に終止符が打たれようとしております。終わりましたね。はい、いやでも5018枚出ましたから、いやもう十分でございます。ありがとうございます。獲得なんと5470枚でございます。実践終了いたしました。お疲れ様でした。いやー今日はねまくってから逆転してからのアフターサービスがすごかった。もうねまずあれですよ、極みね天下モード、入ってからの新天下モードへのサクサク感、爽快感が半端なかったですね。でさらにはもうフリーズですよね、まあ、フリーズであんま伸ばせなかったんですけれども、まあ、今日はね、ありとあらゆる余すとこなく天下フグ3のいいところ楽しいところをお見せできたんじゃないかなと思います。で結果の方なんですが、投資が、800枚、回収が5470枚なんで、サマイがプラスの4670枚と、まあ、見事大勝利ということで、奈良県取ったぞよし。はい、でこれで今僕現状が、今日の奈良県そして、埼玉県と2県制覇しております。まあ今日ねこのサマイを、まあ、超えられると奈良県奪還されるんですけど、まあ
富吉さん二郎君では無理でしょうということで、まあもう安心でございます。でね、今後も、この天下統一への、ね、道は続きますんで、もうこのままね、このままの勢いで、僕多分これ収録分がね配信される頃にはさらに勢力強めてるんじゃないかなと思いますので、常にね、まあ、3人の動向を、気にしていただければなと、戦いを見届けていただければなと思います。で最後になりますけれども、プレゼントの方が、ありまして、特設サイト見てもらえればわかるんですけれども、僕たち、二郎くん、富吉くんって言ってしまった、富吉さん、そして僕の3人の中で、まあ、誰が優勝するかというのを予想していただいて応募していただければ、かなり豪華な素敵な景品商品が当たるみたいなんで、ぜひぜひ応募してください。まあ、もちろんね、予想は僕にしてくださいね、孝太郎と、投稿していただければありがたいなと思います。では今日はね、大勝したんで、このまま和風キャバクラの方へ、宴をしに行きたいと思います。ではさようなら、ありがとうございました。